スパーティーをお楽しみの皆さん、コンプリートおめでとうございます。桐崎桃子役の吉田聖子です。今収録が終わりまして、酸欠になりながらすっごい今フラフラしてるんですけど、無事に終わりました。私はもうホラーだけはどうしても自分の中で見たりプレイするっていうことができなくて、こうなんか台本をいただいた時に自分で演じて想像してるだけでももうなんか眠れなかったりとかすごいこうあってて、なんかもう早く終わらないかなと思いながらやってました。なのでこのコープスパーティーをプレイされてる皆さんは恐怖を楽しむことができる方たちなんだろうなと思います。私の友達にもなんかホラーが大好きな子がいるんですけど、その子はやっぱりそのゾクゾクする感覚というか、それがこう楽しいと言っているので、私はまだその境地には至れないなと思いました。残念ながら私はまだプレイできてないんですけれども、この、台本を読んでいて、このコープスパーティーは、シナリオがすごく丁寧に作られているなと感じました。なのでこのコープスパーティーは選択肢によってこう分岐点があって未来が変わったりとかルートが違ったりするゲームなので、ぜひ全て攻略して、やり尽くしてコープスパーティーの世界を楽しんでみてください。